よく晴れた天気になりました。マツダズームズームスタジアム広島です。セリーグ公式戦、阪神タイガース対広島東洋カープの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ小宮山さん、今日のタイガース、どのあたりに注目されてますか？もちろん先発投手ですよね。はい、積極的に足を使ってくるようなチームですから、とにかくランナーを塁に溜めないようにしっかりやってもらいたいですね。そのあたりも注目ですね。西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。インコース決まってストライク。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライクです。インコース変化球決まりません。変化球低めに持ってきましたがボールになります。打ちました。取りました。一塁送球アウト、ワンアウトです。まずはジャイアンツの先発山崎、マウンドに上がります。どう立ち向かっていくのか注目です。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、どうやって突破口を開くのかっていうのは、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。初球ボール、送ります。ボール先行です。次が3球目、変化球高めいっぱいストライクです。変化球、これは空振りです。ツーボールツーストライクです。変化球空振り。まずはマリーンズの先発小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう？そうですね、とにかくしっかりとコントロールできるかどうかっていうところが大事なことになりますからね。なるほどね、コントロール重視の小宮山さんらしいコメントありがとうございます。ちょっとすっぽ抜けた感じです。改めてお聞きします、バッターのプロ、どういったタイプのバッターでしょうか？球を前でさばくタイプのバッターですね。一発のある怖いバッターですよ。ああそうですか。豪快なスイング打ちました。打球はセンターへ、フェンス直撃。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。